こんにちは、作曲家ギタリストの黒澤大輔です。今日は音楽の制作環境の紹介ということで、ルームツアーというか機材紹介とかをしていきたいと思います。で、前回2020年バージョンをメインチャンネルの方で公開しているのですが、今回のは2021年9月現在の制作環境紹介となります。前回の動画と比べてどのあたりがアップデートされたか比べてみていただけたら幸いです。はい、ではまずは、制作の核となる部分、前回の動画では、Mac Pro 2013を使用していましたが、買い替えをしまして Mac Mini 2020年バージョンですね、 M1 チップの Mac Mini、 これをメインで使っています。メモリは 16GB にしています。で、以前使っていた Mac Pro 2013は CPU を12コアにしたりとか、メモリ64にしたりだとか、ほぼフルスペックにしたのですが、なかなか思うようなパフォーマンス出なかったので、あと外部 GPU、eGPU ですねとかも使っていたのですが、今現在ではこちらの M1 の Mac Mini の方が、スペックは上です。 GPU、CPU ともに、若干メモリも 16GB ということでちょっと物足りないところもあるので、今後の、さらにスペックが上の iMac などが出たら乗り換えようかなと思っています。ちなみに隣にあるのは2012年の Mac Mini です。これはサブ機ですね、ほとんど使っていません。はい、そして画面がですね、このような形で、32インチにしました。前までは上の24インチと同じサイズの24インチと、4対3の古いモニター2枚4画面とか使ってたんですけど、新しい M1 の Mac Mini が画面が2画面までしかつなげられないので、下の画面をちょっと大きめにしました。そしてあとはこちらは iPad Pro ですね、約13インチですか、iPad Pro を、サブの画面として追加ができます。いわゆるサイドカーってやつですね。これを使うと、なんとか3画面以上使ったりできるということで iPad Pro を買いました。で、オーディオインターフェースは以前から同じの、RME の Fireface UCX を使っています。そしてこちらが別の動画でも紹介している USB の入力デバイスのストリームデックです。主にアプリとかを立ち上げるときに使っています。そしてこちらは配信で使っているカメラですね、GH5 に変えました。前は G8 だったんですが、ワンランク上のものに変えました。で、今撮ってるこのカメラが、同じくパナソニックのルミックスの S5 です。で、 S5 は、フルサイズのミラーレス一眼なんですが、こちらの、GH5 は、マイクロフォーサーズのレンズ対応となっています。どちらがいいというよりかはレンズの大きさ自体も違うので、こちらの GH5 の方がより小回りが効くかなという感じですね。こういう狭いところに置いても大丈夫で、三脚が置けなかったので下にレゴで固定しています。で、あと増えた機材はこちらの、ワイヤレスマイクですね。こちらも、特に別にメーカーこだわってるわけではなくて、一番安いやつを買いました。1万円弱ぐらいですかね。で、今ピンマイクで喋っています。これをワイヤレスで飛ばしています。で、上にあるのが Bluetooth スピーカーで、音楽作りながら例えば YouTube でラジオ的なものを流したりとかするときは、こちらの小さいスピーカーから音を出した方が、こちらメインのスピーカーと聞き分けができるのでおすすめです。ちなみにこの iPad、スピーカーのこの邪魔になってるんですが、このアーム、もともとあったモニターのアームに対応したこのクリップを使っているので、上げたり下げたり後ろに込めたりとかできます。で、一応 iPad をこれ 128GB で買ったんですが、一切何も入れてません。何か機械があれば譜面とか入れてもいいかもしれないです。はい、そして、こちらはずっと昔からあるやつですが、ソニーのラジカセですね。こちらはもう MD も CD も聞けない状態だと思いますが、メインのスピーカーとは別のサブのスピーカーとして、チェック用のスピーカーとして使っています。さあ、その他で更新があったのは、レゴの棚がちょっと増えましたかね。そして、ハードディスクがいっぱいありますが、ここに柵をつけました。数ヶ月前に1台8テラのハードディスクを
ケーブル引っ掛けちゃって下に落下させて、結局それは修理不能でデータが全部消えるということがあったので柵をつけます。でこちらにカメラ系の、防湿庫ですね。もともとちっちゃい防湿庫あったんですが、もう一個追加で購入しました。で中に LED を仕込んでます。でこのレゴとかも LED 仕込んでるんですが、この鍵盤の下とかもテープ状の LED を入れて光らせています。そして足元はこちらの真ん中のがライブで使っていた AX8 です。こちらはオンラインの生配信とかの時に使っています。でこちらはミディコントローラーで、音色切り替えたり、まあ、レコーディングするときに使うアンプリチューブの音色切り替えたりとかもしますが、配信中に譜面をめくるためのフットスイッチとしても使っています。で鍵盤は以前と変わらずコルグのトリニティを使っています。まあ、だいぶ古いシンセですが、オーディオはもう繋いでいません。完全にミディのみです。ミディ鍵盤として使っています。で、鍵盤の、まあ、タッチが気に入っているっていうのもありますが、まあ、特に買い替える理由がないのでこれを使っています。鍵盤がふかふかしている鍵盤61件の場合は多いんですが、トリニティの場合は割とカチッとしているので、まあ、僕にとっては弾きやすいかなと思っています。そしてこちらが同じくコルグのナノコントロール2ですね。こちらもだいぶ前から世にはあるものですが、主に生配信のオンラインセッション中にそれぞれのボリューム調整だったりを手元で演奏しながらするために使っています。で隣の小さい鍵盤は X キーというやつで、まあ、これも以前からあるんですが、これは、オーディオインターフェースの RME-UCX のプリセット切り替えに使っています。でスピーカーはこれも以前から同じですが KRK の VXT4、 おそらくもう廃盤のモデルですね。このモデルにこだわってるというよりかは KRK のスピーカーが結構、まあ、低音がしっかり出てくれて好きなので気に入って使っています。KRK にする前は、だいぶ前ですか、10年前ぐらいにフォステックスの同じくコーンが黄色いやつを使ってたんですが、どうにも低音がちょっと見えづらかったので自分の修行が足りないのかなと思ってましたが、 KRK に買い替えたら、しっかり低音が出てくれたのでその点は解決しました。はい、以上が音楽制作の機材紹介でした。動画系の機材紹介もしていこうと思ってますので、引き続きよろしくお願いします。この動画がいいなと思った方は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。